い、こんにちは、サルウィンです。シャドウバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババン。おなかの子ちゃん、楽しむシャドウバース。ということで、いきましょう。16周目です。そうですね。ニュートラレスが勝てない。やっぱエンジェルスナイプ入れるか。とはいえ何を抜くんですかって話になってくるわけだ。シールドエンジェル強いけど3ターン目のアクションそこじゃないんじゃないかっていうことで、でもあったらあったら強いっちゃ強いんだよな。ちょっと待って、はあ、ティナちゃんも抜けない。ここは抜きたくないよな。いざって時の壁になるし、ドロソも抜けない。さあどうする。あ、スナイプガン積みするとはそうないから、とりあえずだな。でもプレミアム1枚か、最悪1積み。せやな、どないしようすかね、どないしようすかねって日本語おかしいけどな、どないですかね、ちょっとこれ。うまいね。シールドエンジェルね、あるとあるでたまに役に立つ。か。そうやな、プレミアム1枚しかないし、1積みだ、こっちは。まあ、むしろシールドエンジェルのプレミアムどうしたみたいな話なんやけど。行くぞ。諦めちゃいけない。諦めたらそこで試合終了だって言っていた。とある方が、ならば諦めない。帝官が人を殺すと。帝一生心中、心中の呼び声、呼びが呼び笛、日々は日々渡るわ、にゃにゃぶいいす。もうひどいな。ダンディズムだぞ。パパ、ママ、ルナを守ってね。いやー、エルフか。私だって戦えるんだから。まあ、きついよね、言うけど。先行か。右とかにあかんか。軟骨はチェンジできるか。まあいいでしょう。悪くはない。よろしくね。ほんとワンチャンフラムグラスの完成狙うよ、ね。よろしくね。ウェイス、よろしくっす。イエスエイス。イエスイエスエイス。まあユニコでいいかしら。また戦乙女が欲しいのだけれど。ユニコ頑張ります。まあ、グラスは一応進化するまで取っときたいところだよな。出させに。そしたら次リーエレちゃんになるか。あにゃー、まあそうだな。ユニコは犠牲になったのだ。次ゴブリン欲しいな。ゴブリンちゃん、うわーやっべー。だって仕事しました。やべえこれ、やってるやってるよ。進化権はユミンのことが使っていくけどさ、そこまでたどり着けるかな。長期戦になればワンチャンス。でもな、そこまでやっても果たして勝てるのかって話なんだけどね。まあ進化時のアドバンテージはそこそこあるけどね、こっちもね。だがしかしだよね、辛いよね、辛いよ辛いよ、辛いの辛いの。ねえ、何して遊ぶの。ねえ、何して遊ぶの。まあ回復はあるけど。ねえ、何して遊ぶの。まあエンシェントエルフ出されたらしゃあないってことでいいんじゃないの。これも仕事やね。下手に並べてもしゃあない。ならばここ。リンゴンリンゴン。まあ中途半端にやってもしょうがないからね。まあでかいの出ちゃったらしょうがないってことで、舞踏上から引けるのに乗るか。来るかエンシェントエルフ。来ないでほしいけどな。そうすればグラスが叩く活躍できる。ねえ、何して遊ぶの。グラス活躍チャンス。ここで決めるよ。まさかのビートダウンか。なんか体がキラキラしてきた。欲しかったな。まあ、しょうがねえな。ブラムの邪魔をしないで。私の虚無を埋められる。これ。いったと。いったと。彼も仕事やね。まあ言うて俺のこのデッキは読めないからな。読ませないのが心情だってやつ。次フィーナちゃん欲しいけどな。無理かな。今日も森は平穏ね。あ、生き残らないわな。ねえ、何して遊ぶの。まあ進化圏使ってグラスと相打ち取ってくるんだったらそれはそれか。うまいってことで。リエルちゃんがダメージを刻んでいける。うん、で
進化でか。まあ、何して遊ぶの？はい、とっておきだよ。まあそこまでしてくれるならばいいんじゃないか。なんか体がキラキラしてきた。フラムのためなら世界すべてが敵になっても構わない。スナイプか。誰も仕事やね。ひどいな。走ってきたか。ピカピカ見つけたゴム。ユニコ。ユニコ、頑張ります。やったか。いったと。さて。まあ、なんとか進化圏つなげるか、オリビエまで。てか、無駄なんだよな、間が。2枚のオリビエを全部使い切るなんてできるかね、果たして。てか、ハンドがやばい、もう枯渇しそう。フィーナちゃんとかが来てくれないと、ちょっと駅切れがやばいな。なんとかしなければ。押してまいります。これでおしまい。森の精よ、我が呼びかけに答えなさい。ねえ、何して遊ぶの？おひゅー、フラムじゃダメだ。てかさ、4号なんだもんね、このカード。弱すぎでは。魔物の相手くらいなら私だって。これさ、いや、ダメか。こちらが強いね。ルナと遊ぼう。レッカの術で燃やしてあげる。燃えなさい。未熟者ゆえ、眩しくない。しょうがない、それも仕事やね。恨みたいところだが、フラムがデコピンでやられたのが嫌。フラムをいじめるなら焼き尽くす。フラムを守るための戦略ということで、しょうがないよね。まあなんか直接呪気を打たれたらしょうがないんだけれど、グラムが4点殴れるならそれはそれってことで、会社のターンはみんな殴れるんだったら強いぞ。うん、チャンスある。問題はこの後だよ。なんか息切れ防止のか。ねえ、何して遊ぶの？あそこに使うってことはメイちゃんもないな。この領域は絶対一か所立ち去りなさい。ディアか。我は表彰の剣なり。あらららら、全滅か。グラスのためなら何でも燃やすから。あれ放置できねえんだよな、困ったことに。魔物の相手くらいなら私だって。グラスをいじめるなら焼き尽くす。これでもな、自ら行く必要ないか。いや、最悪6点ぐらい食らう心構え。開始のターンでワンチャンスを常に狙う男、スパイダー。スパイダーマン。これだよ、これか。あー、そんな。グラスのためなら何でも燃やすから。いやー、もうしょうがねえよな。何かあったら知らねえよっていう話なんだよ、このゲームは。新たなる世界を求めて。ハグリンデア、知ったこっちゃねえ。くれてやる、ハグリンデアぐらい。見せてあげる。大丈夫、死んだら神様が待ってるよ。これも仕事よね。ティア、すまない。さて、さて、どうなる？ハグリンデが飛んでくれ、2ターンで終わるか。あと2ターン、無理だな、それは。だよ。立ち入るなら容赦はしない。ああ、立ち入るなら容赦はしない。すごい、負けちゃったけど、楽しかったな。なるほどね、あいつが入ってるデッキはハグリンデなんだね。いいサポートカードあんな、羨ましいな。そんなハグリンデをゼロコストでサーチしてくるなんていいカード。いいな、いいな、畜生。はい、お疲れ様です。バイバイです。